日本で今ねお留守番してる人がいるんだよね。あーそうですね、うん、うちら3人組なんですけど、1人あのサオリンが日本でお留守番してるっていうことで、うん、昨日 LINE で帽子が欲しいみたいな、ね、なんかねことを言ってたんですよ、うんうん、で、ね、何の帽子だったっけな、ベトモンっていう帽子が欲しいんだよねっていう話をしてて、ね、4万1000円なんて4万1000円ねえ、ちょっとバカじゃない、ちょっとバカ、それはねえ、それは買えないよ、それは買えないよ、ベトモンが欲しい、ベトモン、ベトモン、パチモン、別モン、はい、そうそう、今回ね、うん、別モン買おうっていう、うん、全く別モンの帽子、そうそう、全然ね、うん、何っていう、そう、でもサオリンにはいや、ベトモンの帽子買ってきたよって言って、プレゼントだよって言って渡して、果たして彼女はどんな反応するのかっていうね、気持ちだからね、プレゼントはね、うん、一番ね、これでなんか、はぁ、全然、あ、何みたいな言ってきたら、ね、それはちょっと、友達をやめよう、やめようってなっちゃうから、はい、うん、ちょっと柄見して、どこでなんじゃん、こんな柄ね、イタリアみたいな柄つけて、イタリアの柄あればいいんじゃない、イタリアここにね、イタリア、カタカナでイタリアでも OK でしょ、売ってるかな。でもまあそういうことだよね、まあ、そういうことだよね、要するに。サオリン楽しみに待っていてください。カジャカジャー、うわ、なんかダッシュ服ばっかだ。まずここのね、なんかね、あんのいつの時代の服だよ。おなかが上の方にありそうじゃない？だいたい偽物って上にあるんだよ。これはちょっとね、ほら、なんて書いたんそれ？スプリームと思いきやスプレースプレー惜しいよ。これは大丈夫です、それセーフだよね、そういうのだよ、うん、これはちょっとアウトじゃないかな。スプリームって思いっきり書いてあるからね、スプレーは OK です。あれ、これはバレン…バレー…バレンシアガって書いてあるね。バレンシアガだね、完全これバレンシアガだね、完全に。あ、出るんだね、これ、偽物が、うん、偽物言うてよ、欲しいな、これ。いや、買うなよ、ダメだよ、偽物はやめようだから。あ、こっちにも帽子屋さんある。韓国推しすごいね。でも、あ、サオリンが好きなのはイタリアだからね、イタリアだから、うん、ちょっと違うね。ニューヨークシティって書いてあるよ。 USA そのどっちなの、ニューヨークシティ、ニューヨークじゃない、なんだっけ、イタリアだ、イタリアイタリアだからこういうの被ってた男いたよね、小学生の時。コリア推しだね、完全に、うん、あれ、これイタリア、アメリカだな、あれ、でもそもそもあれってイタリアン だったっけ、イタリアだよ、あれフランスだ、フランスか、そっかな。え、あのさっきと変わらんやん。え、すごい、これは何、デジャブ、デジャブ、脂肪吸引して、うん、ここにタイを巻いて、完全にやったな、これやってますね、こんなからやってんな、やっぱね、トンデブの人たち日本語うまいから、ガツガツ、ガツガツ来るから困っちゃうね、こっちはベトモンの偽物を探してるんだ、はぁ、おー、あ、惜しい、あ、惜しい、惜しい、あれ
じゃないんだよ。なんだっけ、ネットパスモないんだよ。はい、友達からなんかベットベトモベトモベトモ。あー、それは今はまだない。ないんだ。ここにいたら、うん、来てたらいいかもしれない。かわいい。ちょっとちょっと被ってみてよ。ボスト色もいいし、なかなかない、うん、この色、うん、持ってあげる。お土産しても喜ぶと思う、うん、なかなかない。なかなかない、なかなかない。日本には絶対ない。あん気持ち、あん気持ち、あんがないからね、こんなのはない。ちょっと鏡見て。鏡色も綺麗。あ、でも黒だったんじゃない、さっき注文してきたの。まあ、確かに注文してきたのは黒でしたね。かわいいじゃない、ね、これとこれちょっと似てますよね。ちょっと似てる、だから、うん、あ、同じじゃん、うん、同じかな、うん、これにしよっか。ここに文字言っててね、はい、同じですよね、色も、うん、青と白と赤で、そうそう、いいですよね、これでね、うんうん、多分喜ぶと思う。多分喜ぶと思う、うちも。だからそういうデザインはよく持っていく、うん、あー、本当ですか。やっぱりベトモみんな好きだしね、うん、そうだね、これにするか。やっぱそうだね、名前も似てるしね、うん、うん、これあったんだけど、性格だから新しいバージョンで持ってきたんだよって言えばいいじゃん、うん、あ、そうだね。頭いい、頭いい、頭いいですね、いいですね。じゃあまずこれじゃ、うん、お姉さん優しいし、うん、お姉さんのアドバイスのもと、うん、いやー、お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、疲れたね。いやー、もう大変。でも悩んだよ、これ結構悩んだけどね、まあ、うん、お姉さんがね、最後アドバイスね、アドバイスくれたからね、うん、うん、じゃあ、じゃあ出してください。はい。いいじゃん。ボストン。なんだっけ、最初うちらが見つけてたの。偽物、別物、ビトモンみたいな。ビトモン、ビトモン、ビトモン、ビトモンみたいな感じですよね。似てる、ボストンビトモンみたいな。国旗もあるしね。ちなみにこっちもおまけに国旗ついてますから。いらね。前から見ても後ろから見ても国旗ですから。いいね。国旗から始まって国旗で終わりますからね、これは。楽しみにしたいと思います。じゃあ反応はこちらです。へぼげすみだ。お疲れ。お疲れ。久々。ちゃん。やば。久々すぎる。え、これあれ？そう。え、またこの代わりの別物。え、これ、やばい。別物って何？別物。でしかもうちらさ、その名前をめっちゃ覚えられなくて、全然覚えられなくて。影響ある？え、本当に英語だった？英語だった？絶対なかったけど、なんでだよ。でもマジでなくて、調査があのあっちのしかなかった。外人、ありがとう、はい、ありがとう。え？絶対これでかくない？え、これふざけて買ってきた？え、それビトモ？まあベトモベトモだけど。ベトモベトモベトモ。え、なんかそれふざけてないよね。ふざけてないよ、ふざけて。全然ふざけてないよね。なんでなんで？なんでしかも文字がバラバラの。前ボストン。